ったけど返事がなかったじゃないか。それにお邪魔しますってちゃんと言ったぞ。勝手に入ってない。ごめんください。どう、誰かいた？いや、なんか気持ち悪い位置ね。お化けが出そう。やめてよそういうこと言うの。ケン君相変わらず怖がりね。ねえ戻ろうよ。どうすんだよ、外は大雨だぞ。せっかく雨宿りできるところを見つけたのに。そうよ、きっとすぐやめよ。それまでちょっとだけさせてもらおう。このうち人が住んでるのかな。住んでるでしょ、家具もあるし。きっと外出してるんじゃない。ちょっとエイタやめなさいよ、勝手に触らないの。あ、すいません、勝手に入っちゃって。扉が開いてて誰の返事もなかったんで。すぐ出ていきます。あれ、2階に上がってっちゃった。何、どうなってんの。俺たちのことを無視。ねえ、かなちゃんも見えた？何が？今の女の子。は？女の子がここを通って、あの階段上がっていったよね。何言ってんの、意味わかんない。幽霊じゃないかと思ってバカなこと言わないでよ、はっきり見たじゃない、ここ通るのね。えでもかのちゃん、僕たちがここにいて声もかけたのに何の反応もないし、歩き方もなんか変だったよ。考え事でもしてたんだよ。でもなんか怖い。戻ろうよ。大丈夫、心配ないよ。今度あの子が戻ってきた時、事情を説明したら分かってくれるよ。外は雨なのよ、道も分からないし。楽しいキャンプだったのに最後にケチがついたな。早く止まないかなこの雨。こんにちは。ごめんなさい、勝手に入っちゃって。少しの間雨宿りさせてもらおうと思って。あ、玄関で声をかけたんですけど返事がなかったもんで、つい。すいません、2階で寝てたものですから気づかなくて。じゃあ私たちはこれで行こう。あ、いいんですよ、この雨もじきにやめでしょうし。それまでゆっくり休んでいってください。でも…そうですか、じゃあ言葉に甘えて。えいた、僕は体の調子が悪いし、今は他に誰もいませんので何のお構いもできませんが。え、他に誰もいないんですか。さっき女の子が入ってきて、そこの階段を上がっていったんですが。妹です、多分。多分学校から帰ってきたんでしょう。あなた方は小学生ですよね。5年生です。じゃあ僕と同じだ。僕は学校へ行ってないけど。あ、どうぞ楽にしてください。はい。皆さんはどこから来たんですか。東京からです。学校のキャンプ合宿があって、その帰りなんです。ここの奥にある憩いの里キャンプ場ですね。はい、それがこの森ではぐれちゃって。そうですか。この森は道に迷う人が多いんです。なぜか分かりませんが。お兄ちゃん。ん？また？今日はどんな人？大丈夫だよ、みんな僕と同じ小学5年生だって。レイコ悪いけどコーヒーを入れてくれないか、5人分。うん。妹さんの小学校ってどこにあるんです？この山のふもとです。分校だけど。ふもとってここから近いんですか？ええ、歩いて降りて行っても30分くらいで行きます。遠い。その道を教えてもらえば
この森から出られるよ。うわ、何？何なんだよ。うちの煙突です。風が吹くと煙突の先っぽがきしんであんな音がするんです。びっくりした。煙突があんな音するんですか？はい、変な音ですよね。でも僕たちはもう慣れました。何か恐ろしい獣の鳴き声みたいだったよ。ねえ、ここの玄関に表札とかなかった？え？気づかなかったけど、なんで？私たちは見逃しちゃったけど、山猫くんって看板があったんだな。何それ？注文の多い料理店だよ。国語の時間に読んでないの？宮沢賢治の本読んだけど、それがどうしたの？さっきのあの不気味な声、あれは煙突の音じゃなくて2階にいる山猫の親分が吠えたんだよ。山猫？ああ、あの兄弟は子分の山猫が化けてるんだ。間違いないよ、僕ら食われちゃうよ。そんなバカな。だっておかしいじゃない。この森もこの家もあの子たちも今のうちを早く逃げようよ。そうだよ、早く。あんたたちちょっと待ちなさいよ。注文の多い料理ってフィクションの物語よ。山猫が化けて人間を食べるわけじゃない。そもそも日本に山猫なんているの？じゃあ化け猫買おう。っていうか誰だよあいつら。2組の子たちよ。知らなかったの？2組？なんで2組のあいつらと俺たち一緒にサメ追ってんだ？そういえばそうね。なぜかしら。バスは一緒だったよね。ああそうだ、俺たちの後ろに乗ってた。2組のあいつら先生の席から離れているからって調子に乗って騒ぎやがって、うるさくて眠れなかった。ちょっと待って。なんだよ茜、びっくりするじゃないか。私たち帰りのバスに乗ってたよね。ああ、バスに乗ってたのに、なんでいつの間にかこの森の中をさまよっていたの？いおり、覚えてる？いや、全然。確かに、やっぱり変よ、この森もこの家も。いただきます。あの、二人は帰りました。どうぞお召し上がりください。あ、ありがとうございます。お母さんから電話があった。下の国道で土砂崩れがあって道が通れなくなったらしい。すぐ帰れそうもないから、夕飯は冷蔵庫の中のもので適当に食べてくれって。そう、分かったわ。私が何か作ってあげる。あれ、他の二人は先に帰りました。そうですか、そんなに急いで行かなくてもいいのに。皆さんはゆっくりしていってくださいね。夕食も一緒にどうですか？メイコの作る料理結構いけますよ。いえ、お気持ちだけでもう十分です。雨もやんだみたいですし、私たちはもうこれで行っちゃうんですか？お邪魔しました。そんなに急いでいてもいいことないですよ。どういうことです？急ぐと何か悪いことでもあるんですか？あ、いえ、そういう意味では。じゃあ何？あの、皆さんにもう少しこちらにいてほしいから。おい、昨日の夕べの兄さんの怖い話覚えてるだろ？何？この地方の伝説、雨が降ると迷いの森が現れて、そこに入ってしまった人間はもう
二度と戻れないって話。そこが、ここがその森？そうだよ。俺たちに引き止めて何かしようと企んでるんだ。そうなんだろ。お前ら一体何者なんだ。僕たちは、ただ…何なのこれ。お願い、私たち帰りたいの。帰らせて、お願い。うおどうしたの。私の手がこの人の腕を通り抜けた。話だけど、バスが巻き込まれて乗っていたキャンプ帰りの小学生たちが何人か死んだらしい。きっと彼らだ。そう。どうしてこの家には死んだ人がやってくるのかな。きっとここはあっちへ行く通り道なんだ。人は死ぬと自分が死んだことに気づかないままあっちへ行くまでの一瞬、ああやってさまようんだ。お兄ちゃんってすごいね。何が？死んだ人に会えるんだもの。私にもそんな能力あるかな。ああ、玲子にももうじきその日が来る。うちはそういう家系らしい。怖くない？大丈夫、すぐ慣れるさ。また雨ね。迷いの雨だよ。さあ次が来る。ありがとう。